はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。はい、はい、パナたんはい、おいで。こっちおいで。はい、あー、いい子だね。はい、パナちゃんが来てますね。かわいいですね。パナポッポン。ねえ。はーい、えー。皆さんどうも、こんにちは。はい、パナたんでございます。はい。えー、皆さんどうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。 えっとですねこれもあれな感じのニュースなんですけどブレインデッドさんブレインデッドニュースさんに、えー、グラフがあります。グラフでございます。単なるグラフでございます。これ公正ですね。公正のね、えー、労働ですね。はい。公正の労働の省から持ってきたグラフでございます。はい。日本の 出生率がどんどんと低下しておりますということで、えー、大変なことになってますよ。はい。えー、実は前年同月比に比べて12%も低くなっている。前年同年月比比べ、前年同月比比べ12%も出生率が下がってますよということでございますね。 これなんかあるんでしょうかまあ、不景気ですからね。いろいろあると思うんですけど、まあ、いろんなね。はい。諸事情が。はい。えー、不景気もある、ありますよね。なんて言ってもね、子供産んだら大変なことになりますからね。お金がかかって、かかって。はい。えー、不思議なことにですね。 例の、例のあれですね。あれを一番食べていない県が沖縄でございます。実を言うと、沖縄だけで見れば出生率上がってます。はい、もう一度言います。沖縄だけ見れば出生率上がってます。はい、これね、県ごとに調べていったらね、すっ すごい興味深いデータが出ると思うんですよ。はい。食べている人が多いところと、食べている人が少ないところですね。明らかにこれ差が出ると思いますよ。だって、沖縄出生率上がってます。沖縄結構貧しいんですよ。えー、知ってるとは思うんですけど、えー、なんていうのかな、賃金も、 多分全国一低いです。はい。全国一低いです、賃金も。で、物価はね、えー、内地とそんなに変わりません。下手したら高いものもあります。内地の安いとこよりは高いと思います。 まあね、あの、関東、首都圏に住んでればあか、値段変わんないなって思うと思います。首都圏に住んでれば、首都圏と沖縄とあんまり値段変わんないなと思います、スーパーの値段。ただ、田舎で安いとこよりは、沖縄高いです。はいえ。こういう状況なんですけど、沖縄では出生率が上がっておりますよ、ということですね。 不思議じゃないですかこれ。景気悪いのに。景気悪いですよ沖縄も。はいえ。よくはないです、全然。でもね、産むんですよ。はい。産めるんですよ。はい。産めるんです。まあ、これはね、えー、沖縄の人たちが子供に対してね、 非常に優しい土地柄っていうのも一つにはあります。まあ言っておきます。えー、大体ね、あのー、なんて言うのかな、都会なんかで電車に乗るとね、えー、赤ちゃん連れたお母さんとかね、ベビーカー引いてるお母さんに対してすっごい冷たいですからね。はい。でも沖縄だと手伝ってくれます。 大丈夫ですかって言ってね、席は譲ってくれるし、手伝ってくれるしね。えー、非常に子供に対しては、沖縄は昔からあそういった習慣がございます。なので、子育てしやすいっていうこともあるんですけど、それだけじゃないですよね。はい。わかりますよね。はい。えー、日本全国。 どこでも出生率が下がっている中、沖縄は上がってます。はい。えー、まあ、調べてください。興味のある方は。面白い現象ですね。はい。何が一体原因なんでしょうかというところで、えー、まあ、お話はこの程度にしておきます。皆さんどうぞね、えー、こちらの記事ですね。えー、日本の出生率がどんどんと下がってますよっていう記事、貼っておきますので、見に行ってください。 いろいろと考えなくては、この国終わってしまいますよということです。それではまたごきげんよう、沖縄おばばでした。バイバナターン。お返事は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 あいい子だね。